はい、こんばんは、こんにちは。おはようございます。ブートロです。今日はですね、美容院が今終わりまして、ニューヘア、切り立てほやほやのブートローなんですけど、今からですね、ヨチャロさんと合流して、クリスマスイブのプレゼント交換会を開きたいと思いまーす。先に車のタイヤを交換してから、買い物に行くんですけど、クリスマス楽しんでいきたいと思います。ではでは、行ってきまーす。はい、ということで、どうですか？新しいブートローの髪型。昨日の方が良かったんちゃう昭和ちょっと笑かさんといて、今日自撮り棒持ってきてないのよ。はい、ということで、今からですね、クリスマスイブもう夕方です。ゆうちろさん今帰ってきてね、車のタイヤ交換お疲れ様でした。お疲れ様。見た？タイヤ。あ、見てない。興味なさすぎね。はい、ってことで今からね、買い物行って、もう遅いんでね、時間。うん。晩ご飯も食べて帰りますか。うん。では、買い物風景こちらです。どうぞ。どんな感じになってんやろ。どこ行ったんですか？え？阪急でしょ？そう、阪急。はい、阪急。3000円？あるん？阪急なんかに。あるやろ。てかさ、あ、いいや、別に。今ここで話すようなこと。あ、そうだ。尺伸びるなと思って。じゃあ行ってきまーす。はい、ということで、目的地に着きましたので、今からあれですね。制限時間とかなし。ないしでいいんじゃない。まあでも大体1時間弱で。1時間弱で、うん、で買い終わったら車に戻ってくるってことね。で予算は3000円でお互いに喜ぶだろうなというものをあげるっていう形ですね。はい。ではここで買うかは自由ということで、うん、うちのさんは阪急を決まってるらしいんですけど、自分は阪急かな。プータローはわかりません。じゃあよーいスタート。ちゃんとカメラ撮ってきておいてよ。うん、うん、よろしくねー、うん、じゃあクリスマスっぽい。ではでは行ってきまーす。バイバーイ。見えますか、クリスマスで。今からですね、こちらじゃーん、クリスマス仕様で。それからまずはちょっとルクアを見に行きたいと思います。ゆうちゃろさん阪急の方に行ったんで、ゆうちゃろはルクアから攻めていきたいと思います。あとね、一つ候補はゲームも考えてて、ゲーム欲しいって言ってたから、ちょっといろいろ見ていきたいと思います。ちょっと恥ずかしいんで終わります。はい、ということでいろいろ見てるんですけど、なんかあんまりね、これをあげようっていう目星がついてなくって、全然わかんない。しかも3000円ってめっちゃ難しいなって感じ。いいのあっても絶対オーバーしちゃうんで、3000円ってめっちゃ難しいですね。どうしよう、めっちゃピンチ、やばい。とりあえず見てきます。やばいんですけど、どうしよう。めっちゃクリスマス感。見える？ツリー、あっち。いろいろ、なんか、買ってあげたいものが出てきすぎて、でも全部3000円じゃ収まらないんですけど、どうしよう。めっちゃ難しいかもしれへん。どうしたらいいんですかね。どうしよう、どうしよう。なんか絞っていかないといけない。何がいいやろ、3000円って本当に難しすぎる。さっきのガチャガチャの動画見てもらった通り、なんと900円でこんな感じで、ちっちゃいですけど香水がガチャガチャでゲットできたんで、これいいじゃんと思ってこちらさせてもらいました。やっぱもう3000円だとあんまりやっぱりね、いいものは買えないので、ちょっと数を打って喜ばせよう作戦でいきたいと思います。なのでこの香水と、ちょっとまた今ヨドバシ戻ってきたんで、ゲームを見ていきたいと思います。一緒のゲーム欲しがってたので、あとは家電か、ちょっといろいろ見ていきたいと思います。道中取れへんかったから買ってきました。予算は3000円って言われてたけど、UPay でこの間16000ポイント入って、それをちょっと欲しいやつは3000円では買えなかったんで、こちらで買わせていただきました。で、ブータローにも UPay のポイントかな、なんか入ってるんですが、使うかな、使わんよな。多分3000円で
合ってくるんちゃうかな、ブー太郎は。まあ、楽しみにしておきまーす。こちらからは以上でーす。ドライバー歩き回りました。お疲れ。じゃあ家帰ってから、お披露目して終わりますか。家帰ってからお披露目する。そうしましょう。じゃあ今からまたね、おなじみの、もつ鍋食べて、帰りたいと思いまーす。はい、ということで帰ってきました。お疲れ様でした。もうめっちゃお腹いっぱいですね。締めになんとラーメンとうどんと雑炊を食べるという快挙を成し遂げてしまいました。はい、ということでですね、もう早速なんですけども、今日はクリスマスということで、何それ BMW のかわいい何周年記念の3周年みたい。そのお店はスタッドレスのタイヤに変えたからもらったってこと。いや違う、3周年記念でなんか来店したからとか。そう、来店者には多分やってるんじゃない。なるほどね。うん、ってことでこれはあのおまけです。じゃあブー太郎から先に発表しようかな。はい、お願いします。袋的に。はい、お願いします。じゃあブー太郎さん、メリーメリークリスマースI happy new year。 ちゃんとあの実用的なものをもちろんブータローは。めっちゃ難しかった、マジで3000円。もう何を見てもあんたが欲しがりそうなものがなくって3000円じゃ。お、まあ、でもそんな中選びました。 GU どうぞ。おめでとう、おめでとうってかメリークリスマス。めっちゃでかない GU って。これ3000円でね。これすごくない。え、中身なんなで、でっかいでしょ。開けて。じゃーん、どうぞ。これが、え、クッションちゃん。クッションじゃない。まあ、見て見て。何これ、毛布。どう見て、じゃーん。何なんこれ。開けて差し上げようか。うん、これな、あれやで、もうみんな GU で買えるしさ、お手頃やし、これ見たゆうちゃろファンの人とか多分明日買いに行くんじゃない。これこれがズボンでーす。あったかい。はい、パジャマにいいかなと思った。横もできるの。そうやろ。うん、で、うん、何が可愛いかって、このズボンだけ見たらあなんかモコモコのパンツかなと思うけど、うん、この上が可愛いんですよ。じゃーん、パンダさんになってるんです。めっちゃ可愛くない。早速来てよこれ。わからん。しかも XL で買ってるよ。うん、オッケー、俺可愛いや。うん、うん、来て。はい、えっとさ、返信タイムでーす。お願いします。安くない？これ1900円やったの。2900円やったのだけど、会員になってアプリを使ったら1900円で買えたから、これ1900円なんです。2000円ですか、ブータローのセンスは。嬉しい？最悪、静電気。はい、もうまあ、もうそのままでいいか。上からでいい。いいよ。夢おいで。これどっちが後ろ、どっちが前。知らん。ないな。あ、もうすでに可愛い。あ、パンダさんや。かぶって。静電気、これ大丈夫かな。あ、あったかいで。あ、で寒いって言ってたよ最近。そうか、だからあったかいもの。なんかおる、なんかおる。あ、ごめん、してあげる。かわいい。え、じゃあさ、下がって、しゃがんでみて。あ、かわいい。タバコ似合わへん。で、この一番可愛いポイントはこれです。キモすぎ。ちょっと、もうちょっと見てよ。キモすぎ。可愛い。キモすぎ。ちょっと、これメインで壊しといて。いや、いや、うわ、え、終わり。なぁ、熱っ。熱っ。何やねん、これ。そう、これね、1900円。で、あれって3000円ですよね、予算は、と思いました。うん、実はまだあるんですよ。そうなの。そう、え、その包むので、あれちゃん、あ、包むのもあれちょっとお金かかってるけど、まあそこは入れずで。で、これ
なんと香水です。ニュイドゥムジェーブっていう試供品、1936年の冬の朝、これじゃーん、香水で、これいくらやと思う？1000円、900円。ガチャガチャがあってん、香水の、うん、で、何が出るかわからへんくって、で、なんかちゃんと箱に入ってたやつもあったわけ、うん、じゃあそれがお願い当たってと思いながら回してんけど、まあ、残念ながらこういうスプレータイプが当たっちゃいまして、匂いをちょっと匂いやって振ってみて。どう？なんか、うわ、すごい匂い。いい匂いじゃない？結構当たりや、メンズっぽくない？うん、確かに。いい匂いやろ？キーツリーみたい。どう？うん、良くない？うん、ちょうど。で、これ正規の値段で買ったら、これ、一番ちっちゃいサイズでも9000円します。そうなの？はい。だから、すっごいいい香水なんですよ、これ。それが900円で手に入って、プラス、こんな可愛いパンダさんも、ね、出会ったんですよ。すごくない？どう？嬉しい？あ、嬉しい。2つ、これ3000円やで、みんな。お得じゃない？これ、上下であったかく切れて、香水付きですよ。おめでとう、メリークリスマス。はい、メリークリスマス。はい、大事に使ってよ。はい。はい、じゃあブータロからは以上でございました。はい、じゃあゆうちゃんからです。はい、はい、こちらです。かわいい。あ、ちょっとさ、これサムネ撮っといていい？あとこれつけといて。はい、これ最悪、このサムネ。はっ、はい、どうぞ。ありがとうございます。ミートザワンダークリスマスって書いてある。なんだ、こんな3000でいけんの、こんな。どうぞ。半球で、しかもさ、なんで笑ってんの。どうぞ。なんか、ゆうちゃろさんは何喋ってたかわかんないんですけど、すごい前もって決めてたって言って、うん、だから、え？これ絶対さ、全じゃないやろ。あんた、まさか。どうですか？どういうこと？え？ちょっと待って！え？ジャスティンやん。どうぞ。これ、ブーチャーたちが婚約、婚約ちゃう？結婚指輪？ああ、選ぶ、選んだらよかったなって言ってた。うん、ちょっと待って。え、あとこれさ、その時からいいなと思って。まあ、もちろんカードは使ってませんよ。え、何でこと au pay。 あちょっと待って、あのさ、ずるくない？あんたこれ抜けがけやん。絶対3000じゃないんやけど。ちょっと待って、しかも2つ入ってる。2つ入ってる。え、どうしよう。ほら、あ、それ入れ物やと思う。箱かわいい。え、こっちの方がいいやん、サムネこうしといていいんじゃん。最悪。はい、え、開けてください。これはそれ入れ物、こっち見た方がいい。入れ物、入れ物ってどういうこと、うん、中身を入れるもの。あー、そういうことか、うん、かわいい入れ物。何を買ってくれたん？これブータロが開けていいん？そう、ブータロが開けないと。かわいい、これ残しときたい、これ。え、かわいい。これブータロやっていう。じゃあ行きますね。はい、開けます。あれ、まずね、ちょっとロシアン、なんだっけ、ロシアン人形。違う、なんて言ったっけ、これ。見えたっけ、ヒヒダルマじゃなくて、これ、なんか言うよね、こういうの、うん、これ緊張する。先にみんなに見せる、うん、どんな、みんな何、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 いきます。はい、3、2、1、はい。なにこれ。これ、押しピン。そう、押しピン。え、押しピン。え、何これ、ピアス。そう、押しピン。え、でも押しピンをイメージしてるってことこれ。押しピンのイメージ。あ、でもその押しピンはあれやで、出えへんで、針は。あ、それ出たら怖いわ。え、まさかのピアス、うん、え、嬉しい。そして王冠見える、みんな。え、これいくらしたん？早速する。うん、え、ほんまにこういうこと。そう、ほんまにそれ。
なんかてっきりさお揃いのリングとかにしたんかと思ってた。うん、え、かわいい。どう？あ、いいよ。ほんまに？うん、これ長いのあんましたことないねんけど。いいよ、めっちゃ。アブタルらしい。見に行った先が、あ、押しピンよってなる。え、ほんまに合ってるな。うん、合ってる。どう？かわいい。すごい。ちっちゃいやつにしようか迷ってんけどさ、あんたいつもちっちゃいやつしかつけへんやん。ちっちゃいやつしかつけへん。そう、だからたまにはそういうのもいいんちゃう。へぇ、ありがとう。でもずるいわ、あと3000円って言ってたのに。なんなんそれ。だって3000円じゃ買えへんねんもん。いや、そうやけどさ。ありがとう。じゃあもう auPay 全部使った？うん。もうないんや。使えんねん、あれ、半球。あ、そうなんや。マジで？そう。あ、そうですか。そう。なんかブー太郎大丈夫？いいよ。本なんで。いいよ。え？なんか損した気分ブー太郎が。うん、そう。得られたって感じ。え、キモ。ブー太郎ゲームを考えてん。うん。モンハンがやりたいってずっと言ってたから。うんうんうん。モンハンまず候補だけど、なんかそもそもスイッチで見つからんかった。うんうん。多分3000じゃどっちみち売ってないと思って。うん、で最初アンカーの充電器にしようと思ったやんか。ああ、うん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 。だけど高いやろ。でもあってん、うん、いいぐらいのやつが。だけど20ワットとかやから、あ、なんか多分ゆうちゃんってうるさいのよ。なんかワット数大きければ大きくないとなんか満足いかへんし、仕事込み口も1個しかないやつやから、あ、なんかなと思ったら、ちょうど上にピチューのデザイン、ね、コラボ、うん、ピチューとアンカーがコラボしてるやつがあってん、うん、いや、これいいや、もうこれにしようと思ってんけど、でも今まででも充電器割と結構あるしなと思って、しかもいくらアンカーというゆえ 20W やったら他のメーカーでもあるしなと思って、うんうん、確かに、なんか買う寸前でやめて、うん、で、あとセーラームーンのフィギュア見たりとか、あー、はいはいはい、なんか、好きなキャラクターがいなかったわけ、うんうんうん、グルートとかな、サタンとか、うん、で、ガチャガチャも見てたら、なんかセーラームーンとかしんちゃんとかあったから、これ細かくあげるのもありかなと思ったけど、まあもう先に香水は一番最初にこれ選んだわけよ、うん、まあ、細かいのばっかり、なんかメインっぽいのがないなと思ったから、やっぱやめようと思って、で、結構なんかいろいろさまよって悩んだあげく、これ可愛いやと思って。あ、しかもエコポッケついてる。そう。何？全然値段の差が。ありがとうございます。ゆうちゃろうもだから迷わずここに一直線もう一直線やったから、あのルブタンのところで、今年もお世話になりましたって挨拶してふうたろうだけめっちゃ時間かけて、そうそうそう、そうトスの店行ってジャスティンとこ行ってね、あるかなと思って、売り切れてないかなと思って見て、あったっつって、ラスト1、ラスト1、危なかった。これを狙ってたん？それともこれを狙っとった？え、そう、じゃあ一回見に行った、一回見た覚えてる？一回二人で見たやんか、 あ、これリングあったやんとか言って、でその時にチラって見えて、でその後に多分もう一回行ってんねん、ほう、なんかチラって多分見てんねんけど、その時もまだあったやん、まだあるかなと、まあ、それがなかったらもうまた別のとこ探そうと思ったけど、じゃあ狙い目やったわけですね。そう、狙い目やった。ありがとうございます。じゃあこれはゆうちゃろさんがブー太郎に似合うと思ってずっと目をつけてたっていうことね。うん、嬉しいです。なし、ありがとうございます。じゃあ最後にブータロウからもう一つ俺のクリスマスプレゼント。何ですか？コースもらいましたよ。ブータロウの熱烈なチューをしてあげたいと思います。これクリスマスプレゼント、これ、あ、これクリスマスプレゼント、最後のブータロウからの罰ゲームとかじゃなくて、違う、罰ゲームしててブータロウからのチューだね。あ、そうやな、あんたしか受け取られへんのか。そうやな、またあれ、今日もあの匂いがするの。そう、スーパーボールの、スーパーボールの匂いがするの。じゃあパンダさん、うん、ありがとう。いいえ、どういたしまして。ということで、仲良くクリスマスプレゼント、皆さんもカップルとかね、家族でやってみてはいかがでしょうか。一人の人は自分にご褒美をあげるのもありだと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。うん、メッセージかと思って、手紙書いてくれたかと思って、あの正規品ですよっていうアピールのやつ。アピールか。嬉しい、小物が増えた。そう、せっかくさ、あのあれがあるからさ、送ってくれたよ、アクセサリーで。あ、だから
いっぱい増えるやん。そうね、増えても困らへんから。ありがとうございます。今日は最高の一日でした。皆さんチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。コメントもどしどしお待ちしてます。ではバイバーイ。